これが今日宿泊する竹見旅館さんです。楽天トラベルで4000円で予約しました。早速チェックインします。アイドラコマスまでお願いします。路線バス降りて再び会津若松駅に戻ってきました。今回何回目だこの赤べこを見るの。次の喜多方行きの電車が16時39分出発だそうなんで、先にホテルチェックインしてしまいたいと思います。宿泊するお宿会津若松駅から歩いて10分の場所にあります。見えてきました。ここが今回の宿泊先です。これが今日宿泊する竹見旅館さんです。楽天トラベルで4000円で予約しました。早速チェックインします。今日一泊する部屋はこちらです。ではお部屋の内部のご紹介したいと思います。おそらく辻ワクワクランド民宿茶屋館以来の和室です。四角いちゃぶ台、なかなか風情があってよろしいですね。そして障子戸を開けるとこんな感じになっていまして、あ、外は見えないですね、すりガラスによって。で、さっき旅館のご主人がこうやってエアコンをつけてくださいました。ここがクローゼットで、ここに斑点がかけています。斑点は見つかったけど、じゃあ浴衣とかはどこにあるのということなんですけど、浴衣はここですね。一式揃ってます。歯ブラシに、多分中に歯磨き粉も入ってるでしょう。で、タオル、これからバスタオル、これが浴衣用の帯で、これが浴衣、ここには貸し出し用のドライヤー、これが正面器具ですね。真正面に言うと鏡、僕も映る、しっかり映ってる。ここが同様部分もそうです。お湯も沸かしてくださってます。風呂がこっちですね。ここが共用の洗濯スペース、これが洗面所です。ちょっと珍しくなった和式トイレ。お風呂場も共有スペースになっていて、夕方の4時から夜の10時まで入浴できるということです。さて、そろそろ行きましょう。では喜多方ラーメンいただいてこようと思います。ただし撮影 OK のところがあるでしょうか。本当にそれが心配です。